80ヤードとフルショットの85ヤード、この5ヤードの違いは何かっていうと、どうもゴルフレッスンプロの菅原大地です。今日も横浜ハンズゴルフクラブからお送りしております。で、今日はですね、その私がやっている距離の内訳方について簡単にちょっと解説をさせていただければなっていうのと、一つその距離感についてのコメントがありましたことについてお答えしたいと思います。その距離を打ち分けるっていうのはいろんな方法があると思うので、まあ、今日はその一つとして私がやっている方法をね、提案させていただきますし、またちょっと別の機会にこんな方法もあるのかなっていうのもちょっと研究していきたいと思いますので、クラブは58度のサンドウェッジをね使います。で、できればやっぱり初心者の方なんかはピッチングを使った方がいいですし、まあその100ギリ前後になってきたらアプローチウェッジを使って、サンドウェッジを使うのは、まあ、一番最後というか80台が出るようになったとか70台を目指したいとか、まあ、そういうゴルファーの方はぜひそのサンドウェッジをね使った方がいいと思うんですけど、それ以外の方はその本当にクラブの使い方、全部のクラブの使い方がやっぱりちゃんと理解できるまではサンドウェッジはあまり使わない方がいいかなと思いますね。単純にミスが出やすいっていう。で、この私の場合はこの58度1本でだいたいフルショットが85ヤードまで見てます。最大打っても90ヤードくらいまで、ほとんど85ヤードまでですね。で、85ヤードから10ヤードまで打ち分けてます。もちろん場合によってランニングアプローチとかね、こうする場合にクラブを切り替えてってことはありますが、まあ、多くのシーンでこの85ヤードから、10ヤードまで約この70ヤードくらいの、距離を打ち分けてるっていうね。で、基本的なこの距離の打ち分けはまず振り幅っていうのがあります。振り幅、この時計の羅針盤をねイメージしていただいて、一番小さいのはこの7時から5時、そして8時から4時、9時から3時で、10時、2時、11時、1時みたいな、こう左右対称で振るっていうのがアプローチの距離の打ち分け方になってくると思います。これはPGA の基本ゴルフ教本でも書いてある、左右対称で羅針盤を意識して左右対称にやって打ち分けましょう。まずは10ヤード。もう10ヤードって言うとすぐそこですね。最初にやったこの時計の針で言うともう7時から5時ですね。7時から5時。こんな感じで常にボールは全部センターに置きます。ベーシックとして。まあ、10ヤードってこんくらいじゃないですかね。こうもう今、ここだと転がってないですけど、グリーン面だったら、まあ、転がって、5対5なんで、今だいたいボールのところまで4、5メートルっていう感じなんで、10ヤード打ちたければ5メートルに落とす、すなわちそれは7時から5時、7時5時、そんな感じですね。で、その今言った振り幅っていうのと、もう一つはやっぱスピード感ですよね。スピード感、振り幅が、まあ、こうだん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 大きくなってもスピード感が変わらなかったり、急に速くなってしまうとやっぱこれも距離感が結構大きく崩れちゃうんで、スピード感はこうテンポで作っていきます。1、2、3みたいな、1、2、3、もう常にこのテンポを変えずに、まあ、振り幅を上げていって、そうするとこう加速度、振り幅が大きくなればなるほど加速度が強まって、まあ、結果スピードが上がってきて距離が変わってくるみたいな。10ヤードは7時から5時、そして20ヤードは8時4時って感じですかね。8時4時ボール真ん中で構えはほとんど一緒、8時4時こんな感じです。まあ、今ボールがあるとこら辺に落とすっていうと、もうちょっと足使うかな、こんな感じで10ヤードに落として10ヤード転がすみたいな。もちろんグリーンのスピードによっても距離は変わってくると思うので、まあ、そういう場合は、クラブをもうそもそも変えちゃう、今日は遅いから、アプローチウェッジでやろうとか、いつもやってるサンドの動きでアプローチウェッジでやろうっていうのもあります、遅いグリーンだと。まあ、そういう風にクラブを変えて、そのゴルフ場においてこう対応していくっていう考え方もありますね。今10ヤードと20ヤード打ちましたが、特に短いクラブでポイントになってくるのはやはりハンドファーストですね。グリップエンドが左足付け根のこう内側を向いて、こうハンドファーストを作ってあげることがボールをしっかりこう押すっていう動きに
なってくるインパクトなので、これがねこうまっすぐになっちゃうと、こうクラブのロフトが多ければ多いほど下にくぐっていっちゃうんで、なかなかスピード出してもボールが飛ばないっていう、ことに陥ってしまいますので、やっぱりハンドファーストをしっかり作って、この振り幅をだんだんこう大きくしていくってことが重要になってきます。そして30ヤード、30ヤードはまあ旬の中では腰から腰、腰から腰です。テンポは1、2、3っていうこのテンポとハンドファースト、そして重要になってくるのがフルショットと同様の肩でひねって腰から戻す、要するに体重移動です。体重移動、これ30ヤードです。ちょうどこんな感じ。その手だけでやろうとするとですね、どうしても緊張した場面でやっぱりこう手先の筋肉、この細かい筋肉はですね、こう反応しちゃうわけですね、緊張によって。この怖いっていう、ミスしたらどうしようっていう。なのでできるだけこう大きい筋肉を動かしてこうアプローチをしていくっていうのが、私の中でのですね、この失敗しないアプローチのポイントかなと思います。もちろんこうライが良ければもう手の感覚をビンビンに使ってっていう、こうアプローチもありますけど、基本的にはもうマシンのようにいつもやってる練習の動きみたいなものを思い出して、腰から腰だったらもうそれに徹する。そしてその体重移動、体のひねりでこう打っていくっていうのが、私のアプローチの中でのこうポイントになります。そしてあのコメントにありました、おそらくその私のこう動画をね見ていただいた、こう力の伝導っていうこの緩ませて打つといいっていう動画をねご覧になった方だと思うんですよ。あの飛距離が伸びたっていう方はね。でショートアプローチにおいてはそのグリップは緩くていいんですけど、ポイントは手首は緩めちゃダメっていうのがポイントだと思います。なのでこう短いアプローチからあんまり手首だけこう緩くなってると、こうヘッドがクラブヘッドだけこう暴走しちゃってるんで、イメージはなんとなく腕とクラブヘッドが同じこうスピード感というか、腕からクラブの一体感を保ってあげて、この肩からクラブヘッドまでがもう一つのこうある程度棒として使ってあげることが、クラブヘッドが急にスピードが出すぎたりとか急に手で止めちゃったりっていう風な動きになりづらいかなと思います。そして40ヤード、40ヤードはちょっと私の中では中途半端な距離なんですけど、クラブヘッドが肩から肩っていう、まあ、大体この肩から頭の高さ、ちょっと今カメラの位置がね若干下なんで少し頭の上くらいまで上がってるように見えるかもしれないですけど、まあ、実際に上がりますね多分ね、まあ、自分の中ではこの肩から顔のあたりクラブヘッドが、これが40ヤード。フィニッシュは横から見るとここがちょうど真上、空を指してるんでちょっと前40ヤードだ。この辺が40ヤード。これが40ヤードっていう感じです。こんな感じですね。これが40ヤードです。こんな感じです。今この横にするとちょっとこう顔の前くらいで止まるのが40ヤードですね。で次50ヤード、まあ、50ヤードは、まあ、このハンズゴルフクラブの練習場においても50ヤードのグリーンがあるので、ひたすら50ヤードを狙う練習をねしてるんで、もう体に染み込んでるんですけど、両手が肩から肩の高さで、クラブの位置もちょうど顔の真横くらいに来る、これが50ヤードです、私の中で。そしてこう今距離が10から50まで上がってきましたが、変わらないのはそのインパクトでのフェースのこの形、アングルが変わらないこと。やっぱり距離感を出すっていう、距離を打ち分ける上でこう一番大事なのはこのまずフェースコントロールだと思うんですね。ここが狂ってたらスピードが一定だってもこう毎回距離が変わっちゃうっていう、当たりの形が違えば。50ヤードは肩から肩、もうこれは打ち慣れたいつもの50ヤード、完璧です。フェースローテーションをやっぱ一定にすること、すなわちそのフェースコントロールですね、コントロールすること、難しいというか結構人によって大きく分かれるのが、フェースをこう返しちゃってる系の人と返せない系の人、この2種類に分かれると思うんですよ、大きく分けると。で返っちゃってる方は結構ボールが飛んじゃう方、フェース返すとこう飛んでっちゃうんで、
引っ掛けるミスが多いとか、まあ、落ちた後にランが出やすいとかオーバーするミスがこう多くなってる方ですね。で、そのフェースを返せない系の人はどっちかっていうと勝手に高く上がっちゃってこうすっぽ抜けちゃうみたいな。なので外す時はまあ右手前とかショートしやすかったりとか、こう振っても振ってもなんか届かないみたいな、やっぱショートしやすくて、で振ろうと思ったらトップしてオーバーしちゃうみたいな、こう結構あるあるだと思うんですけど、返せないは返せないでやっぱ距離が出ない、どんだけ振っても出ないので良くないし、返しちゃう方は飛ばそうと思ってないのに飛びすぎるってオーバーするミスになるっていう非常にこう良くない、ミスになるんで、まあ、大事なのはこうフェースローテーションコントロールですね。これもこう返しすぎない、返しすぎない、一番インパクトでフェースに最もこの乗せられるようなイメージをしよう、乗せられる、押せることができるインパクトをしっかりこう作る、知ることです。それが最初に言ったハンドファーストのインパクトっていう、このアングルがイメージできていないとですね、なかなかこうスピードが一定であっても振り幅を変えてもなかなか距離がばらついてしまうっていうのがありますから、まあ、とにかくフェースコントロールに尽きると思います。今50ヤードやったんで、60ヤード次は、で60ヤードちょっと中途半端なんですね。やっぱり70ヤードってこうハンズにも看板があるんで、こう70ヤードめちゃくちゃ練習してるんですけど、60ヤードはね看板がないから練習あまり少ないんですけど、私の中では、その50ヤードのさっきの肩から肩っていう振りにプラスちょっとフェースをこう返しに行くみたいな、若干捕まえに行く要素が入ると60ヤードかなっていう、50ヤードから55ヤードに落とすっていう感じ。振り幅は肩から肩なんですけど、ちょっとローテーションが入る、さっきよりね、ちょっとカメラだと分かんないと思うんですけど、さっきよりちょっと距離が伸びるんですけど、まあ、少し帰るっていうのは、まあ、右腕がこう伸びたりとか、結果こうスピードが上がってくるわけですね、その動きによって。なのでこう50ヤードは肩から肩で、ここまでは手首をやっぱりそんなに緩めないイメージですね。ガチガチにはしないですけど、で60ヤードに関してはその50ヤードにプラス10ヤードのヘッドの走りが必要になってくるんで、ちょっとこう帰るイメージ、少しこう手首が緩んでいくイメージ。で70ヤードはこの肩から肩の中でしっかりスピードを出しにいく、よりこう体幹のひねり、足を使った体幹のひねりを、強くして、70ヤードはもう58度なんでこうキャリーで打つ、キャリーで止めるっていうイメージなんですが、肩から肩、さっき50ヤードで打った肩から肩に、スピードを加えていく、フルショットに近いスピードです、肩から肩。これが70ヤードですね。フィニッシュは50ヤードのフィニッシュとほぼ同じだと思うんですよね。でもこうスピードをこう上げていく感じです。私の場合は50ヤードのスイングにスピードを加える、まあ、できるだけ早く振っちゃっていい、形がしっかりできていれば。どうでしょうか。これはね70ヤードなんですけど、フィニッシュは50ヤードと同じ感じ、こんな感じです。で最後に、まあ、80ヤードもうほぼフルショットですね。でこの80ヤードとフルショットの85ヤード、この5ヤードの違いは何かっていうと、そのフェースローテーションですね、フェースコントロールです。顔の上の高さまで上げてきたのが80ヤード、フィニッシュも手が頭の後ろくらいに回ってくるフィニッシュはこの80ヤードです。80ヤード。同じ構えからここまで来るのが80ヤードという感じで、フルショットってなる85ヤードはまあこの押す動きからもうちょっとやっぱローテーションが少し入って、より手が伸びていく、グッ伸びていく動きで、フェースも当たった後にちょっとこのローテーションが入って押し込むので、プラス5ヤードがここです。なのでフィニッシュもさっきよりも若干深く入っていくかなって。バックスイングはね同じです。これ85ヤード、これフィニッシュの違い分かりますかね。さっきは80ヤードのフィニッシュってね、ここだったんです。
で85ヤードのフィニッシュはちょっと顔よりも前に行ったんですよ。まあその分要するに手首がこう動いてた、ローテーションが入った、腕が走ったっていう結果ですね。80ヤードはここ、85ヤードはここにローテーション、手を伸ばす動きが少し自然と入ってここっていう違いが、この80ヤードと85ヤードの違いになってますっていう感じで、私はこのサンドウェッジ1本で、距離をですね打ち分けてるんですが、ポイントとなるのは、まあ、インパクトの形がまず全部同じであること、ハンドファーストの度合いが、まあ、その同じにするためにはやっぱり体重移動、あんまりこう右に揺らしてっていうのは思わなくていいんですけど、やっぱ頭が動かないようにしますからね、軸も動かないようにします。ただひねる戻すっていう動きをやっぱりこう体幹とか足のこう動きリードによって行ってるんで、小さい動きでもこうちょっと右足が自然と上がってきちゃう、動いてきちゃうっていうのがポイントですね。私がやっているこう基本の動きはこのインパクトのアングルを変えずに、フェースのローテーションを変えずに振り幅で変えていくというのが私がやっているこの距離の打ち分け方です。でコースに行くと必ずちょっと開いたりとかちょっとかぶせたりっていう、このマイナスの要素とかプラスの要素を付け加えて、やっぱ打ちたい距離を打っていくってことが最終的には必要になっていくと思いますので、でこの距離の打ち分け方はもっといろんな方法が あると思います。また今後違う動画でねお知らせしていきたいと思いますが、今日は私が普段やってる58度の、ウェッジでのちょっと距離の打ち分け方について説明をさせていただきました。参考になれば幸いです。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。よかったと思った方はいいねとチャンネル登録をお願いいたします。それから Twitter、Instagram、Facebook もやっておりますので、説明欄の方からフォローお待ちしております。ありがとうございました。